今回ですね、僕が2ヶ月ぐらい前にですね、ちょっとアンケート取ったやつを、多分動画にまだ取ってなかったと思うので、ちょっと話していきたいと思います。よろしくお願いします。で、これ結構参考になるかもしれないので、こんな感じのアンケートですね。毎日作業してますかっていう感じのアンケートで、これ取ったかもしれないですけど、また喋ります。結構まとめましたので。で、毎日作業してるっていうので27票ですね。なんとそんなにもらってありがとうございます。で、半分ぐらいの人が1時間以上作業してる。たまに作業するが15%で、してないが33%だったんですけど、半分ぐらいの人が毎日してて、で、10%ぐらいの人がたまにしてて、で、3割の方は今何もしてないって形なんですけど、その解決方法とかはですね、僕なりにちょっとまとめてみましたので、結構前に毎日作業している割合のアンケートをしましたってことなんですけども、半数は作業されてるみたいですねってなってるんですけど、これ実は違ってて、これのアンケートだけを見ちゃうと、日本人の半分の人は自分で作業してるのかと思いますよね。これ実は全く違うんですよ。なぜかというと、違うんですよね。なぜかというと、副業のチャンネルでアンケートを実施したから半数になったなんですよ。だからこれは例えば、ヒカキンであったりとか、はじめしゃちょーが、今毎日1時間以上パソコンで副業の作業してますかってアンケートしてたら、半分以上になるわけがないんですよ。だってエンタメ系なんで暇つぶしに見てるだけとか、ファンで見てる方っていうのがほとんどですので、だから副業の方とかとマッチングしないわけなんですよ。だから、僕がその副業のチャンネルで、で結構コアな部分だと思うんですよね。物販を教えたりとか、その eBay のやり方とかを主に教えてるので、結構そのパイが少ないと思うんですよ、かなり。だからそれでアンケートを実施したから、やっぱり半数になっただけなんですよね。で、だから毎日多分ですね、作業してるのって5%ぐらいだと思います。その100人いて、1時間以上毎日作業してます、自分のことに自己投資してますっていう方は多分5人ぐらいだと思いますね。これも本か言ってたんですけど、 YouTube で誰かが多分それぐらいですね。で、作業してる人はコツコツやってるので、また違った未来が訪れると思うんですよ。これもやっぱり今1日1時間やってれば、その年間365時間やってるわけであるので、それだけその時間を自己投資してアウトプットできてますので、自分のコンテンツとか、自分のものっていうのができると思うんですよ、インターネット上に。だからまたそれ365時間分の何か自分のアウトプットの形が、例えばブログ書いたりとか動画撮ったりとか、自分のコンテンツ作ったりとか、そうするとその商品が売れて、自分の、もっと生活が楽になるとか、違った未来が訪れると思うんですよね。で、あと実はアンケートに答えてくれた人で、してないっていう人って33%、3割ぐらいいたんですけど、で、その方って実はもう成功に近づいてるっていうか、いい感じになってるんですよ。ってことどういうことかというと、今アンケートに答えてくれた人でしてないって人は、今何かしなきゃって思ってるはずなんですよ。だって、今何かしなきゃって思ってるからこそ、僕みたいな副業のチャンネル登録してくれて、わざわざアンケートまで答えてくれてるんですよ。だから今何かしなきゃいけないと思うので、ものすごくいい傾向にあると思うんですよね、やっぱり。だから僕以外にもそういう方って、僕以外のチャンネルも絶対に登録してると思いますので、どんどん今インプットしてる状態になってるんですよ。で、これで、多分きっかけですよね。きっかけがあって、じゃこれやってみようかなとか、これ続けてみようかなっていうのになると、多分そのきっかけを続けることによって、また違う未来であったりとか、そういったものが訪れると思いますね。僕の兄貴の話なんですけど、いまだにパズドラとモンスターやってるんですよ。実家に帰って、甥っ子に話聞くと、いまだにパズドラとモンストやってるよみたいな、時間があればずっとゲームしてるよみたいなこと言ってて、これも6、7年ぐらいずっとやってて、課金もしてるみたいなんですよね、結局。だこれがその勉強しない5%じゃなくて95%の方になっちゃうわけじゃないですか。で、これね、なんでこれゲームをやるかっていうと、楽しいからゲームやってるわけじゃないんですよ。やることがないからやってるんですよ、ゲームって。だって、こんなゲーム指をポチポチ動かすだけで、楽しいから7年もできるわけないじゃないですか。やることがないんですよ、他に。っていうことは、他にやることっていうのを、
自分で考えた時にやっぱり自分の生活が豊かになるやることがただ暇つぶしのためになんか他になんか娯楽だけを求めてやることかって言ったらやっぱりほとんどは娯楽だけを求めてやることっていうのになっちゃうんですけど、やっぱり自分の生活をより良くするとかなんか考え方であったりとかっていう考え方にいってほしいです。その概念っていうのがすごい必要であって、だからやっぱり勉強するとか新しい知識を入れる概念っていうのがないんですよ。その概念すらないんですよ。まあ悪く言うと僕の兄貴とかっていうのも本当に概念すらがないんですよ。勉強する概念とか新しい知識に触れるとか本を読むとか動画を聞くとかその概念が 1% もないくせに子供に向かって切れてるんですよ。勉強しろとか学校に行けとかゲームすんなとか、いやだからお前がやってるじゃんってなっちゃいますよね。で僕前にですね車2人で乗る時があって、でなんか話してたんですよ。でなんか副業でもやればって言ったら半切れされましたからね。本当何なんだこいつと思いましたね。なんか忙しいから朝から夜までずっと仕事してるんですよ。12時間ぐらいとか、多分拘束時間含めると14時間ぐらい拘束されてるんですけど、めちゃくちゃ働いてますね。僕だったら多分もう死んじゃいますね。本当にすぐ死んじゃいますね。2日ぐらいで本当にめちゃめちゃ働いてるんですよ。すごいですよね。でもそれでもやっぱりカレンダー通り休みなんですよ。例えば祝日休みであったりとかお盆休みがあったりとか、あと年末年始が休みだったら、だから結構休みってあるんですよ、そう考えると。でも半切れされてきたんですよね。なんか忙しいからできるわけねえだろうみたいなこと言われて、いやいやいやと思ったけど、まあしょうがないですね。で今してない人は知識を得る概念があるんですよ。だって僕のその超ニッチのチャンネルを登録してるぐらいなんで、知識を得たいと思ってるはずなので、そこに気づけただけでもめちゃくちゃラッキーなことですし、僕も気づけなかったら多分今もゲームパズドラやってますね。僕も多分やってないですけど、で自分も実際に知識を得ることの重要性に気づけて生活できたので良かったです。これどういうことかというと、今だと YouTube チャンネルとかをその勉強系のチャンネルとかを1日やっぱり20個とか10、まあそうですね、20個ぐらいはやっぱ見てますので、新しいチャンネル動画出してくれるじゃないですか。結構毎日いろんな人が、それいろんな人のチャンネル登録して、もうエンタメ系とかないっすね。あんまりエンタメ系で言ったらちょっと今見ますね。だから要はあれですよ、大悟とか神尾とか池早さんとかいろいろあるじゃないですか。中田さんとか学さんとか土屋博士、堀江門、さらためまこなり社長、ひろゆきとかありますよね。だエンタメ系ってあんまないっすよ。エンタメ系、ゾゾゾとかも好きっすね。ゾゾゾ怖いやつ面白いっすよ。ゾゾゾっていう怖いエンタメのやつがあるんですけど、めちゃめちゃクオリティ高くて面白いんで面白いっすよ。あと第二グループとかも面白いですね。その人たちってやっぱ毎日出さないんですよ。1週間に何回、1、2回しか出さないんで、そんなにあんまダメージ来ないんですよね。いや、ほんとそれぐらいですよね。あと、そうそうそう、面白いっすね。今ちょっと自分のチャンネル登録して、フェルミ研究所とか、ああいうのも勉強になりますね。逆に勉強になりますよね、ああいうのも。いや、でもほとんど勉強ですね。いやでも勉強機も見てるんですけど、70、80個とか登録してますね、やっぱり。で、そこで毎日誰かがアップしてくれると、結局10、20個前後ぐらいは、新着動画入りますので、そこでもう勉強してるっていう感じですね。寿司ラーメンとか昔見てましたね、寿司ラーメン。でも、すぐ飽きましたけど。あんまないですね、よく見ると。怖いのとか結構好きっすね。なんか YouTube の面白いっすね、見ると。そう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 。なんでやっぱ知識を得ることに気づけたんですよね、自分が。いや、これ気づく、だから要は10年間ぐらい気づかなかったんですよ。ずっと。その10年間は無駄になったんですよ。無駄に。いや、本当無駄に、何も残んなかったですからね。
だから始めたのも多分数年前で、そこでブログとか YouTube とかやったからこそ、今 YouTube が500本、ブログが何百本、あと出品数が1万点とか、とかなるんですよ。でもそのじゃ空白の10年間何してかっていうと、何もしてないわけで、なんで今な残ってないんですよ、その10年間って。ただ生きるためにお金を稼いで、稼いで家賃払って飯代払って、で残った分は遊んでとかパチンコしたりとか感じですよね。だから実際に知識で勉強するって何事ってなる人がほとんどなんですよ今。これ何どういうことかというと、検索したんですよ、日本人の1日の勉強って。さっきついさっき検索して、で社会人の1日の勉強ってたった6分なんです。要はこれ1つの動画見るかどうかじゃないですか。でもただ1日3時間も4時間も勉強してる人がいるので、その人たちを含めた平均数になるので、ほとんどの人が勉強してないんですよね。社会人1日は勉強6分とかみたいな。社会に出たら勉強しなくなって、これ7分ですね、逆にバカになっちゃうみたいなこと書いてあったりとか、あと日本人はたった1日7分しか勉強しないとか。勉強って言っても別に数学やったり歴史やったりとかじゃなくて、自分の知らない知識を勉強するっていうことなので、勉強の概念っていうのはまた違うんですよね。だから考え方を触れるだけでも勉強ですし、もう本当勉強ですよ、いろんなことは。だから風水の本読んでも勉強ですし、もちろんだって風水の話できるようになるし、断捨離の本読んでも勉強になるし、片付けの本読んでも勉強になるし、逆に料理の本読んでも勉強じゃないですか。それって料理できるようになるんで、そうですよね。だから何でも勉強ですよね今は。で今作業できない理由っていうのをまとめたんですけど、これ多分結構当てはまる人多いんだと思うんですけど、成功体験をしたことないんですよ。これどういうことかっていうと、例えばマクドナルドでバイトしました、時給1000円ですだと、1000円言われたことを働けばもらえるじゃないですか。でもその他に自分で1から0から始めてパソコン使って稼いだことない人っていうのは成功体験をしたことないんですよ。例えばネットを使って1000円でも稼ぐ成功体験、成功体験があればそれをコツコツやるだけなんですよ。例えばブログで1000円稼げましたと、じゃあ10記事で1000円稼げましたと、じゃあそれ100記事500記事1000記事ってやれば、どんどん売買ゲームで稼げる確率ってどんどん高くなると思うんですよ。で YouTube でようやく広告がつけるようになりましたと、そしたらまた YouTube を毎日アップするだけで稼げる確率高くなると思うんですよ。これも成功体験じゃないですか。で物販で稼げたら、例えば、30品出品したら1万円の利益出ましたと、で3000品出品したら10万円とか、1万品出品したら30万円とか、これも1000円稼ぐための成功体験っていうの、1000円じゃない、いくらでもいいんですよ、500円でも100円でも。成功体験を得たからこそ作業につなげられるんですよ。だから今作業ができないってことは、そもそもの成功体験をまだしたことがないんですよ。だから最初は0から1の成功体験をしないといけないんですよね。だからあとは何をしていいかわからないってことなんですけども、わからないって方は、例えばまずはいろんな人や本、動画に触れて知識をインプットする、知識に触れるってことがすごい重要ですね。なので知識に触れることによって、あ、こんなこともあるんだみたいな、じゃあこれやってみようとか。だから僕が実際その海外輸出を始めたのも、たまたま近くのファミマ行って、夜中の1時ぐらいですかね、夜中暇だったんでファミマ行ったんですよ、多分夏のある日に。でそこ週刊スパってあるじゃないですか、毎週火曜日に発売されるちょっと怪しい、なんか意味わかんない本で、本読んでたんですよ暇つぶしに。そしたらなんか副業特集みたいにやってて、日本のアニメとかものをですね、海外に売ったら高く売れるから今これ熱いですよみたいな記事があったんですよ、1ページぐらい。でその知識とか情報に触れることによってチャレンジしてみたんですよ、とりあえずチャレンジ。あとは誰かに教えてもらうとかでももちろんいいですよね。今オンラインセミナーとかズームとかなんか普通にやってるので教えてもらっても全然いいと思いますね。だから自分一人じゃ無理って言ったらメンターっていうのをつけるんですよ、メンター、師匠みたいな。僕は全部独学でやってきたので、メンターって言えるメンターって一人もいないんですけど、
まあ、だから独学でも全然できますよ、やっぱり。でも独学なんですけど、僕はもう本当に何回も失敗して、だから eBay だって2013年からやってますし、で、YouTube とかの良さに気づけたのって1、2年前じゃないですか。これ独学でやったからこそこんなに遅かったんですよ。なぜかというと、僕が eBay 始めた時に eBay の、売上の推移とかをその頃から YouTube でもう発信してたら、もう相当の、ブランド化できてたんです。それ気づけたのって1、2年前なんですよ。1年前とか。それどういうことかっていうと、全部独学でやってきちゃったからダメだったんですよ、本当は。だから独学っていうのは、自己流っていうのは自分が先生じゃないですか。教えてくれる人がいないから。だから自分が先生になった時に、成功できるのかとか、最短ルートでいけるかってなった時に、多分自分が先生だと知識がまだないのでいけないと思うんですよ。だから僕も何度も何度も失敗してやってきたってことなんですよね。だから何をしていいかわからないってことは、まあ、成功体験をしたことないからであるので、まあ、いろんな人や本、まあ、僕だったらもうたまたま週刊スパがたまたまそれ見て、あ、副業やってみようかなってなったので、だからそれで新しい情報に触れたからひらめきがあったんですよ。だから別に今のひらめきはもう何でもいいと思いますよ。YouTube だっていろんな人無料で発信してくれるので、YouTube で稼ぎたいとか動画編集やりたいとか、なんかライティング上手くなりたいとか、ブログ作りたいとか、サイト作りたい、ワードプレス作りたい、何でもいいと思うんですよね。別に僕は物販だけやってくださいとか全く思わないので、いろんなことをやった方がいいと思いますし、僕以外のいろんな人の YouTube とかも見まくった方がいいですよ。本当いろんな人を見た方がいいと思いますね、本当に。そうすると自分の知識っていうのが全て点になるんですけど、これが線になって、また新しいコンテンツとか、新しい収入源とか、そういったこともでき、新しいひらめきとかも、これもちろんですね、線と線がつながって新しいひらめきとかになりますので、いろんな人の情報っていうのは得に行った方がいいですね。あと、忙しすぎるってことなんですけども、結構これ当てはまる方多いと思うんですけど、でも削れる時間でめちゃくちゃ多いと思うんですよ、多分。逆算して考えると。もう多分1時間早く起きることもできるかなとか、ご飯の時間中になんか音声で聞いてみようかなとか、じゃあ休みの日にもうちょっと仕事、他の仕事してみようかなとかできると思うんですよ。例えばですね、どこでも利用できるパソコンに変えてみるとか、軽くって電池が例えば、今の MacBook Air だと10時間ぐらい持つんですよ、コンセントがなくても。で、1日さすがに10時間も作業しないですので、2時間、1、2時間ぐらいだったら、MacBook Air に変えてみようかなとか、新しいパソコンに変えてみようかな、電池があるから、例えば、なんだっけ、コンセントがなくても作業できるとか、あとちなみに、セブンイレブンってセブン Wi-Fi ってあるじゃないですか、コンビニに。あれって駐車場から Wi-Fi 無料でつなぐことできるんですよ。だから例えば、なんか、僕が今東京なんですけど、実家がやっぱり山の方で、やっぱ近くになんか作業するところがないとか、ずっとなんか車で仕事してるとかって結構いると思うんですけど、パソコン買って、例えばセブンイレブンの駐車場行って、セブン Wi-Fi とかつなげると、実は無料でつながりますので、例えばセブンの駐車場で1時間なんか作業してみるとか、実はそういったこともできるんですよ、今。Wi-Fi を新たに契約してみるとか、なんかポケット Wi-Fi をなんか自分用に契約してみるとか、あと自分が忙しいから、じゃ逆に家族に手伝ってもらうとか。例えば、まあ、そうですね、奥さんとか子供さんに手伝ってもらったりとか、親戚の方にやってもらったり、ご兄弟の方にやってもらったりとか、家族間だったら気軽に相談できると思うので、忙しすぎるんだったら、やっぱり誰かに一緒にやってもらうとかっていうのがいいと思います。あと、外注化するとか、今、クラウドワークス、ランサーズ、シフティとか、いろんなソーシングサイトっていうのがあるんですよ。それを多分駆使して、自分ができない時に、例えば代わりにやってもらうとか、外注化するっていうのも、まあ、忙しすぎるんだったら外注化しましょうとかできますよね。あと、忙しすぎるので誰かの自分を、そうですね、これはちょっとあれなんですけど、例えば誰かの仕事を自分が請け負ってずっとしてても、未来はスライドされるんですよ。だから例えば僕が、ブログの記事を外注化したいから、僕が例えばじゃあ、物販で誰かに出品作業をお願いするとか、発送作業をお願いするって言った時に、その人たちって同じ作業しかしないから、ずっと
仕事を請け負う側になっちゃうんですよ。だから仕事を任せる側の方にスライドしなきゃダメなんですよ、自分が。だから誰だか社長がいて、例えば会社に入るじゃないですか。会社に入社しますと。そうすると結局社長とかが会社を作って、その下に誰か、その下にいっぱい従業員を雇って、で仕事をしてもらおうと、自分の代わりに。だから社長は自分が忙しくならないために外注化したんですよ、その従業員を雇うために。でそれってやっぱり誰かの仕事を自分が請け負ってる状態になってるんですよ。だからこの社長のために代わりに自分が営業で飛び込み営業してますとか、テレアポで電話営業してますとか、これで結局誰かの仕事を自分が請け負ってしてるんですと。で僕もやっぱり10年間とか何年間とかもうずっと誰かの仕事の下でやっぱり働いてるわけなんで、この仕事を任せる側じゃなくて仕事を請け負う側だったんですよ、ずっと。なんかここも考え方すごい大事で、これからは仕事を任せる側、仕事を発注する側になりましょうってことですね。だって仕事をずっと誰かの仕事を請け負ってても自分の未来って変わらないと思うんですよ。だって同じことしかやらないし、別に同じことやってればお金ってもらえるじゃないですか。別にスキルも増えないし、だから仕事をこっちが任せる側にどんどんならないとダメなんですよ。あとまあ例えば他の時間を削るとか、なんかテレビ5時間、1日2時間見てるけど1時間にするとか30分にするとか、お風呂に1時間入ってるけど30分にするとか。あとは、まあそうですね。あと例えばパソコン、やっぱ重要ですよ。パソコンの起動が遅いからもうやりたくないとか、パソコンの容量がパンパンだからもうパソコン使いたくないとか、結構あるんですよ。パソコンに投資すればいいんです。10万円ぐらいでいいパソコン買えるんですよ、 MacBook Air とか。だからパソコン買ってみて、まあ隙間時間に作業してみるみたいな、こういうのもすごい大事かなと思いますので、こんなか、まとめですね、まとめ。まあスライドしたままの人生でいいのかってことと、まあ、新しい知識を得てコツコツ行動できるのかってことなんですけども、やっぱり二極化してるんですよね、今の社会って。ユーチューバーとかもそうなんですけど、新しい知識を得てすごい行動してるじゃないですか、毎日アップしたりとか、インフルエンサーとか。でも超二極化してるんですよ。だから収入っていうのもすごい二極化してるんですよ。だってヒカキン何十億とか稼いでるわけじゃないですか、その個人で。でもスライドしたままの人生でいいのかって考えた時に、やっぱり同じことが5年後、10年後、20年後続くのかって思ったら嫌じゃないじゃないですか。だったらもう新しい知識を得て、もうコツコツ行動するのっていうのがすごい大事かなって思いますので、まあそうですね、新しい知識に触れるってことがすごい大事で、資産性があることをやるとか、で隙間時間に作業するであったりとか、こういったことすごい大事だと思いますので、まあぜひですね、まあ、毎日作業する側にですね、いければいいんじゃないかなと思いますので、まあその感じでですね、また結構このマインド系とか作るの大変なんですよ、これ 見てください、こんなの。これ結構作るの大変です、もう指痛くなるんですよ、文字打ってると。でもしなんかちょっとでも一つでもいいんですよ、一つでも、あ、ここ良かったなとか、一つでもここ参考になったなっていう場所があったら、まあ、例えば自分でそれをインプットしてもらったりとか。で、このですね、まあ、ちょっとでもいいなと思ったらですね、ちょっとグッド評価とかしていただければ、そのグッド評価が例えば、まあ、10とか20とかいけば、あ、こういった話って結構需要あるんだなと思って、僕もこれからですね、これ作るの結構大変で、喋るのも結構20分とか30分ぐらいいつも喋ってるので大変なんですけど、なんか結構いいねとかグッド評価多ければですね、頑張って作っていろんな情報ですね、どんどん共有していきたいと思いますので、ぜひよかったらよろしくお願いいたします。じゃあ、ありがとうございました。